ちは。今日も、気持ちよく散歩してますが、風が強いですね。今日のメインテーマはですね、マイクのテストです。今日はですね、この外付けマイクはセイレンの T マイクっていう、まあ上下というかな、後ろからでも前からでもこう指向性のやつなんですけど、後ろ前両方で撮れるっていうやつですね。まあ、スイッチでそれ切り替えれるんですけどね、前だけとか、まあ、硬い方だけとか両方だけとかね。それからスマホ用とか、こういう GoPro とか普通の一眼とかのカメラ用っていうんで、スイッチでね切り替えれます。でこれのまあいいところはですね、コストがですね安いですね。6000円ぐらいですね、Amazon ででもね、そんなぐらいなんで、まあ、コストとしてはまあまあいいんじゃないかということです。あとは、まあ、肝心の音質ですが、今まで昨日までねしばらくディエティの 4D デュオを使ってましたから、そういう面でこのセイレンの T マイクとどうなのかっていうのはちょっと分かりやすいんじゃないかなと思いますね。帰ってちょっと聞いてみるのが楽しみですね。気がついた方もいると思いますけど、これねベスト着てるんですよ。今日はね天気もいいし爽やかなんですけど、ちょっと気温がね、空気の温度は冷たいですね。でもまあこれベストやね。それぐらいこんなにちょっと着て風がちょっと冷たいっていうのはすごくこういいですね。蒸し暑いっていうのもないし、空気がヒヤッと冷たい感じでね、本当にこう最高の時やね。今日は中川の土手までやってきましたけどね。いつもここはね本当に、マイク泣かせというか風が強いけどね。おおすごい、ちょっとこう前へ向けてみますね。後ろからの音はどうですかね。こんだけ風が強かったら本当にね、音声泣かせですね。厳しいね。この前の、九州ツーリングでは実はこういう動画を、こういうね手持ちでこう動画を撮るときは全部音はねヒーローセブンの内蔵マイクだったんですよね。普通のマイク、その外付けマイクとかは使わずに、まあそれでもまあまあねいけたことはいけたんですけど、やはりこうより、聞きやすいっていうようなことを考えると外付けマイクっていうのがねいいんですけどね。今ちょうどね、バイクに荷物をいっぱい積んで、あれはどう考えてもキャンプのツーリングだよね。キャンプツーリングに出かけたか、今日出かけたんじゃないんだったら、そういうので四国を回ってる人とちょうど今会いましたね、この土手で。さあそうだな、今から行くのはもう本当ベストだろうね。しかし今日もこの、景色最高ですね。この向こうにですね、ちょっと白い石灰岩を取る山見えますかね。あそこに実は私ね以前、NC700 のバイクでごっつい大変なところ登っていった記憶があります。まあ面白かったですけどね。しかしまあそういう無茶なことはあんまりしたらあかんな。はい。
いわきの桜堤公園にやってきました。この前から言ってますように、ここはもう本当に今ツツジの季節ですね。このマイクが、それマイクってそれぞれのですね特徴があるもんですから、一概にこれがいいっていうようなことはこう言えないんですけど、まあね、やっぱコストパフォーマンスが良くて使い勝手が良かって、でまあ当然ですけど音質も良かったら本当にベストですよね。ただね、このマイクはちょっと言い訳するわけじゃないですけど、私がグッバイアマゾンを行ってからは、行ってから買ったんじゃないんだよ、これ以前にあの中買ってたやつなんですけど、だからそれではあのご了承くださいね。だから今日からちょっとね、まあ今日だけしてやっぱりディエティの方がええっていうんならあっちに帰るっていうことも考える、まあちょっとね何回かこれでやってみようかなと思っています。帰ってきました。距離 3.26 キロ、時間40分ですね。そして朝からのステップ数が6245歩ということです。一応ね、1日の目標ステップ数を6000にしてるので、まあもうこれでこういうのね、今からね1日だったらだいぶになるんじゃないかなと思います。はい、今日もご苦労様でした。皆さん頑張ってください。